カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズ with Google Play へようこそ。どうも、ヒカキンと、ペラペッペッペッペイです。どうも、スイキンです。マッソでーす。ということで今日はですね、このヒカキンゲームズ with Google Play へ、初めてのゲームですね、これ。結構僕の周りの友達とかでは、なんでやんないのと、今まで言われ続けてきて、僕はたまたまやってなかったんですが、ようやく始めます。これ、黒猫の with だよね。Yes!クイズって書いてあるけど、クイズに答えて、正解すると攻撃できるみたいなの知ってるんですけど、初めてやっていきますね。一般的なクイズですよね。そうだよね。そうそうそう、クイズ番組みたいなクイズ、やってみればわかる。まだチュートリアルも僕は終わってないんで、おそらくチュートリアルからなんですが、やったことがない方にもね、ちょうどいいと思って。そう、これ面白いから。え、これどういうの、なんかアドベンチャー的なクイズ。あのね、4択でパッて出てくるのね。例えば、じゃあダンテの生年月日はって出てきて、何月何日って4個出てきて、どれだーってこれってやって当たると攻撃が。おお、基本4択。その早く選ぶと強いんだよね。そう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 。スタート。新しいっすね、クイズ RPG。 デイリーボーナス、うん、本当にまだ起動、1回起動したくらいで全然何もやってないんで。おそう、だからこんなの経験者はマスオ君だけっていう。はい、そういうこと。僕はそういうこと。なんか基本経験してるよ。結構やってるよ。いや、さーっとね、新しいものにちゃんとすぐチャレンジする。見習い魔導士無課金。そう、ちゃんと無課金にしました。ちゃんと僕も無課金なんだ。見習い魔導士無課金レベル1です。港町トルリッカでいいんだろ。トルリッカだね。トルリッカポン。あ、こういう感じ。本当にどうだったかな、最初から。お、ウィズ魔導士ギルドには町の人たちからいろんな依頼が寄せられているの。魔物退治や、魔導書の解析みたいな私たちにしかできない仕事も多いけど、これ読むのすげえ心配。いや、俺読めない感じがしそう。僕読めますよ。中には、はい、じゃあいいよ、読んで。中には町とは掃除学校の手伝いで代わりに頼む依頼もあったりするんだ。いいね、ダンテに読んでもらおう。多分読めるけど。魔法使えばいい。人々が法人者たれとか偉い人が言ってたけど、要するに使いっぱしりだよね。にゃははは。それはさておき、まず君は訓練からだね。張り切って行ってみよう。イエス。あ、いいナイス。いいわ、いいね、うん、これ主人公、これでさあ、ウィズだね。これいいのかな。あ、なんだなんだ、まあ、あ、これがそう、まずステージでちょっとやってみようっていう感じだね。魔法のなんじゃこれ、何これ、え英称練習。英称練習でいいよ。英称練習。いきます。じゃないかな。保証ないよ。大丈夫です。クエストを手助けしてくれる魔法使いを選んでね。あ、タコチューみたいなのがいる。助っ人は君の精霊が倒れた時に駆けつけてくれるんだ。いざって時に心強い味方になってくれるよ。友達の僕も見たことあるんですけど、なんかやられそうになったらなんかピンってきてくれる。そう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 。これじゃあ、まあとりあえずやってみればわかるわ。タコちゃんいる。レベル100だけど。最初から。レベル100。そう、マックス、マックスいきましょう。じゃあこれで、はい、挑戦。あ、でも結構すんなり最初に、うん、もうこれで、うん、これはよし、みんなでちょっと協力していこう。お、すげえすげえ、立体的だ。なんかすげえクエストなんだね、これね。お、音楽がいい。そう、おお、なんかリアルリアル。さてと、まずは魔法の基本的な使い方から解説するね。私たち魔法使いはH の扉。え、なんつった今。 H なんだこれ。 H の扉。カードを使って異界から精霊を呼び出すの。呼び出すために必要な条件は2つあって、1つは初めに選択するパネルの属性がカードの属性と同じになっていること。ああ、なるほど、うん、なるほど。もう1つは精霊の呼びかけに正しく答えてこの世界へと導いてあげること。ということで、習うより慣れよっていうし、怖がらずにやってみよう。その通り、まあ、そのこれ、うん、時代読んでると難しそう、まあ、クイズ答えろってことでしょ。そう。でも、あ、そうそう、これ、あれでしょ、相手が水だから、サンダーがいいんだよね。そうそうそ う, そ う, そう。じゃあ、この右下の生活雑学。おほい。ああ、そういうことね、自分の嫌いだけじゃないんだな。そうそうそう。他人の失敗やミスを補ってカバーすることなんという。フォロー、フォロー、フォロー。一番下、フェローって怪しいやつがある。いくぜ、フォロー。イエーイ。よかった。これで攻撃。そうそう。あ、これで、サンダーが水に効くんだよね。そう。よしよしよし。こういう感じ。で、たまになんかその、難しいやつが出ちゃうとガーってなるわけですよ。これ物知りじゃないとダメってことじゃないですか。そうだね、うん、まあね。でも結構ね、難易度がいろいろあるから。じゃあ今度なんか天才な人呼んで、いや、ここに入れたらダメですよ。無事に初戦は突破できたみたいだね。魔法にも慣れてきたかな。次は属性相性についてだよ。あ、さっきもう言ったやつだよね。精霊には火、水、雷の3属性があって、それぞれに相性があるの。あ、3つしかないんだったら分かりやすい。分かりやすいね。
火は雷に、あ、火は雷に光るんだ、水は火に、うん、わかるね、雷は水に強いの、あ、火が雷だけちょっとだけ当たら、なんかあんまりわかんなかった、うん、属性相性が噛み合うと抜群の威力で攻撃できるけど失敗すると威力が下がるから注意してね、うん、うん、ちなみに パネル選択画面で自分の精霊を敵の精霊にスライドさせるとターゲットを選べるの。ちょっと上級テクニックだけど慣れてきたら使ってみてね。オッケー。それじゃあ第2戦回りきっていこう。ノーバイ。お、炎だ。バイ。水がいいってことだね。じゃあ、アニメゲームでいこうか。アニメゲーム。こい。懐かしのアニメで私立探偵の東八郎。うわー、なんで。てぇー、あー、エイトマン。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 おぇー、なんで知ってんの。うわー、天才だね。なんで知ってんの。カン？ガサ。でも正解したら結果が全て、なんとなく名前でわかるじゃないですか。ああ、これ一回正解すればもう常に倒せるの。いや違う、今は初めだから。まだ、あ、ボス、お、音楽変わったね。ボスの音楽だね。めっちゃ闇じゃん、めっちゃ闇闇ってるじゃん。お、3匹いる。おっと、なんだか強そうなの出てきたわね。こんな時はスペシャルスキルの出番よ。あ、これもうスキル発動みたいな。スペシャルスキルは自分のカードをタッチすると発動できる必殺の一撃なの。あ、これ結構わかりやすいね。発動までには何度か呼びかけに正解する必要があるけど、あー、効果と威力はお墨付き。あ、これターンっていうよりも正解した数で、そう、正解した数でスキルが溜まってくんだよね。どん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 、どんどん試しに一発武器かましてみます。一番左のカードをタッチしてみて、ね、結構すごいな、こいつ。こいつだね。これ強そうなドラゴンだな。あれ、いいんだよ。芸能、あ、これでか、これでいいってことだよね。ダメージ雷属性の中ダメージいけ、ライトニングブレスか。これは効果は、そっか、抜群ではない。あ、真ん中だけ生きてる。で、もう一体スキル溜まってるからいっちゃおう。あ、あ、これ使えないってことは普通にやろう。水でいこう。水で、芸能で、芸能で、芸能弱そうやな。芸能いくよ。いくぞ。わかるべ。女性タレントのミッツマングローブの、え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 、1番目、1番目、徳光和夫。あ、そうなんだ。わかんないな。わかんない。本名は徳光和夫っていう名前らしいですよ。全然わかんなかった。はい、うわ、イエイ、クリア。テレビ二人もうポカーンとしちゃってるじゃん。やばい、二人ともこのテレビ全然わかんない。この二人が答えるんだけど。よし、なんて、うちら頑張ろうぜ。ウィイイイイイ。ナイス。まあでもこれで一旦落ち着く感じだな。まあここで説明はね、訓練お疲れ様、なかなか筋がいいみたいだね。にゃはは、そんなに照れなくてもいいよ、本当のことなんだから。でもこれ全問正解してるよね。はい、うん、エイトマンがね、かなり炸裂したからね。さてと、次はカードについて説明しようかと思うんだけど、どう、ちゃんと説明しようか。え、いいえ。むずいこれ。いやー、どんなんだったかちょっとリアルに覚えてないな。まあ一応見てみよう。うん、はい、さらーっとでもいいかもしれないし、うん、カードってだってモンスターってことだよね。うん、カードの説明始めるね。ちょっとだけ長くなるけど、居眠りしちゃダメだからね。やばい、このメンバーで居眠りするから。いやー、長くなっちゃう。いや、ちょっと師匠っぽい言い方だった。デッキ構成、デッキ編成ではバトルで一緒に戦う精霊を選ぶことができるの。連れてきたい精霊を選んでできるだけで変更できるよ。あ、まあこれ簡単だね。うん、君の、あ、コストがあると注意してねと。精霊の方も従う人を選ぶってことなのに。いやー、なるほどね。ちなみにデッキは何パターンか登録しておくことができるんだ。なんかすごい視線を感じるんだ。じー早く飛ばせみたいな。挑戦するクエストや状況によって連れていく精霊も変わるから。ああ、効果抜群とかね。あ、まあ、よく連れていく精霊たちは登録しておくと便利だよ。うん、この子猫なんすか。え、今のでもこれ強そうじゃない。なんかマッチョもいるよ、ダンテみたいなのいるよ、一番右に。おお、いや、これダンテ以上じゃない。何も言わない。 OK、 戻る。強化合成、この辺でも分かるな。合成したり、よし、いっちゃおうか。これでもう一回ハイにしちゃったから全部ハイにしちゃったからね。くそ、ヒカキン頑張って。俺この間居眠りしてるから。そっか、カード強化で精霊たちの魔力を合成して力を高めることができるので、弱いモンスターを強いのに合成していけんだよね。まずは強化したいカード選んでみて。じゃあこのドラゴンを選んで、これなんかめっちゃ強そうだね、これ。これでこれ閉じるして、閉じるして上にスライドするんだよね。あ、乗せるんだ。そう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 、うわー、そうそう、そうしたら次に合成するカード選んで、あ、じゃあこのなんかポニョポニョみたいなやつ、そう、あ、これも、あ、上に移動するんだ。ポニョリン合成してみよう。ポニョリンっていう名前なの。知らない。お、かっこいい。すげえこれ。おー、やべらんで。なるほどね。おめでとう、精霊が強化されたね。こうやって精霊の力を高めていくのが大魔法使いへの近道だよ。
あ、でもカードの合成にはゴールドに、ゴールドも必要になるから注意してるの。お金かかるから。わかる。カード売却では不要なカードを魔導士ギルドに買い取ってもらえるの。これもまあわかりますね。わかるね。大体こういうゲームしてるね。カードを持てる数にも限りがあるし、使わないカードはここで整理するといいよ。カードについての説明はこれでおしまい。自分なりに入れると試してみてね。早い。よ意外と早いじゃん。うん、全然そう寝てない寝てない、ギリギリ起きてる。サングラスの裏でうとうとしてる。じゃあ次でこの、クエストやっちゃい、やりたいっすね。早くね、問題、大体ダンテが答えてるからね。トロリッカさ、張り切っていこう。これでいいのかな。2位で、あ、新しいの出てる。この下のやつだね、精霊の召喚と試薬、試液、試液じゃん、試液。あ、またタコチューしかいないけど、はい。まあレベルマックスだからね。レベルマックスでも最強だからな。マックスだな。挑戦。よーし。タッ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 。おーな。ペン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 。文系でいくよ。文系でいこう。文系。文系ってサンダーだからこれ。海上、陸上、航空の3つに対比。自衛隊自衛隊一番自衛隊。あ、自衛隊か。陸上自衛隊か。正解率97%。よーし。早いな。次。じゃあ次。あ、またサンダー。サンダーでいこう。生活雑学。これダンテ強そうだよね。ラム、マトンといえば何の肉？あ、羊じゃね？羊でしょ。4番。羊、4番。よーい。ラム酒とか言うもんね。うん。ラム。お、なんかまずなんか問題の漢字で読めなくて、ま、止まっちゃう時があるんだけど。結構難しいよ、やばいね、これ本当になんかありえないやつとか答えられない自信ある。やばいな、不安になってくる。あ、水でいこう。あ、ない。あ、ないから。スポーツ。あれ、スポーツでいっちゃおう。スポーツでいこう。じゃあ右のスポーツ、右が好きなんでね。第1問、現在は白鵬と藤がその地位にいる。え、これ横綱だよ。え、横綱だよ。横綱だよ。大相撲の番付で最も地位が高いのは横綱。横綱。その次が大関。あ、違う。よかった。じいちゃんに聞いた方がいいな。じいちゃんに聞いた。もともと相撲やってたの。じいちゃんに聞いてください。ゴッドフェスでおなじみのね。あ、九九はその答えが大きい順に並べてください。ロック。ちょっと怖い怖い怖い。葉っぱだろ。五十四。普通に考えて。ね、これいいの苦手。葉っぱでしょ。あ、そうね。そう。ロック。五十四。ロック。三五だよね。三五。え？え？やばい。やばい。最後最後逆だった。最後逆だった。あ、そっか。ごめん、おまくし。これは北から。これ。これ。A B D C。落ち着け落ち着け。北海道日本ハム、東北楽天、埼玉西武、福岡ソフトバンク。やばい。やばい、クック間違えた。今ちょっとクック間違えたことにすごい思う。ショックがもう。次がいけない。いや、なんか大変。やべえ、意外とわかんないよ。いや、時間があると焦っちゃう。結構ね、紛らわしいからね。クック間違え、難しいね。お、ボスだ。え、今の何だったの。なんか並べ替え、ボーナスみたいな。あ、ボーナス。そう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 、結構そういう問題もちょくちょく挟んでくるから。あ、これは次は、え、じゃあアニメ。どれがいいんだ、これ。火の方がいいんだっけ。んー、ど、まあ、ひ、どっちでもいいんじゃない。アニメって言ってたから、じゃあアニメ。アニメでいこう。第1問、特撮番組秘密戦隊ゴレンジャーのゴレンジャーは何人組。5人だろ。5人だろ。基本5人だろ。おいやっぱね、ゴレンジャー5人だよね。うん。お、あ、水が来た。水でいきましょう。ダンテが強い。生活。おでんでだし汁と一緒に煮込む。ベタ。こんにゃく、こんにゃくといった具材のことは何という。こんにゃく。え、種じゃん。種じゃん。種だよね。うん。いきます。いや、もう、イエーイ。やっぱりね、仕込むから種っていうんじゃないのかな。おでん食べて。うん。じゃあ、どれがいい。なんて芸能。芸能。芸能キャリーさん出るんじゃないですか。出ないよ。映画プライベートライアンやフィラデルフィアなどで主演を務めた俳優誰。いやー、トム。これはトム・ハンクスだ。トム・ハンクス。ベム、ジム・ハンクスとなってる。誰。ベム・ハンクスって。これが本当のさ、全部さ、ディカプリオとか来たらやばい。ああ、やばいやばいやばい。あれ、倒せてない。じゃあ次は理系行こうか。理系行こうか。理系、理系ってやばいよ。マスオさんが唯一。いや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 、じゃあ任せよ。植物の細胞に存在する光合成などに使う器官は何。わあわあ、緑緑。葉緑体。葉緑体。葉緑体。うえ。これ中学生ぐらいな。これでもね、小学生なんじゃない。小学生か。葉緑体って言ったらね。そっか、うん、中学くらい。懐かしい。学生時代思い出しました。なんかあの、こういうやつだよね、顕微鏡で見てみたいな。そう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 。やべえ、怖いわこれ。なんかね、バカがバレそうだね、これ。まあ、なんだって一番間違えちゃいけないやつで間違えたからね。焦っちゃったよ。
魔力最大値が3アップしました。イエーイ。こうやってなんか自分のレベルも上がっていくと。うん。いいね。面白いっすね、これ。面白いね、結構ね。うん、面白い。かなり面白い。カードに書いてる B とか C とかってのは何なの？そんなん書いてあった？うん、書いてなかった。え？全然わかんない。右下にカードに。あ、それはカードのレベルっていう、カードのレベル、あ、カードの S ランクとか、要するにランク星みたいな、そう、そういうことか。あー、なるほどね。レアなやつほどいい。奥が深いけど、でも分かりやすいから楽しいから、ちょっと今後もね、ヒカキンゲームズでやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイ。ヒカキンゲームズチャンネル、まだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録よろしくお願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちらに見える登録ボタンを押すと登録できますので、よろしければ登録お願いします。その他、私ヒカキンの Twitter アカウントに LINE 公式アカウント、オフィシャルブログの URL も、この動画の概要欄に載せておきますので、そちらもよろしければ、友達登録、フォローなどお願いします。それではまたね、次回マインクラフトポケットエディションサバイバル、ちょっとハラハラしながら作っていきます。バイバイ。